紹介したいと思います。1人目は伊藤浩志君です。講師を対象にしたポイントは継続性の部分と自分に対してストイックなところです。講師は自分の決めた自主練や勉強のスケジュールに対して妥協せずに取り組む力があると思います。講師は自分を前面に押し出すというわけではなく少し内気な性格です。なので走りに行くときもみんなにバレないようにこっそり行ったりします。見習う点は継続力です。自分より何かに対してストイックになるという能力が高いので見習いたいです。期待したい点はもっと自分の思っていることを自分の中で終わらせるのではなくみんなとコミュニケーションをとって表現してほしいです。そうすれば講師のもっといい部分が見つかり自分たちが理解し力を引き出せるかもしれません。2人目は高橋和樹君です。和樹を対象にしたポイントはノリと勢いがすごい自分たちの学年の意見や答えを違う観点から見て少し大人の意見を出せるところです。和樹は明るい性格で周りに笑顔をくれる存在です。でも周りとは違うもっといい考えを持っていて冷静な部分もある性格です。また和樹は練習で出た課題や目標を表現します。失敗してもいいからフリックを入れてみるという姿勢がいつもプレーから伝わります。その行動力が自分が一番見習わなければならないところです。いつも声を出しチームの雰囲気を良くしてくれる点もとてもいい部分です。期待する点は際靴です。和樹はできるポジションも多くチームには必要です。なので怪我を早く治し怪我をしないような体に成長してほしいです。二人から取り入れる点は継続力と行動して表現するという部分です。出された課題を表現し継続していきたいです。自分だったらビルドアップとプロ選手です。自分ももっと成長できるように継続して努力していきます。以上です。はい。